こんにちは、スピリチュアルアドバイザーのしずくです。天然石の力を借りて宇宙とつながり、未来や過去についてインスピレーションにてお話をさせていただいております。今日はポニョを歌ってくださる藤巻さんに来ていただきました。どうも、こんにちは、どうもして。もう大ファンです。スピリチュアルの仕事を私はさせていただいてるんですけど、藤巻さんの生き方が私の中ではすごくスピリチュアルだと思っていろいろお話を伺っていきたいと思います。あのそうですかね、スピリチュアルの定義をちょっとよく分かってないんですけど、はい、今 その天然石を借りて、はい、その未来や過去を、はい、あのインスピレーションというの、はい、その天然石に何かそういうよくパワーストーンとか言うじゃないですか、はい、そこからして疑問なんですけ どその石に何かが あるんですか。面白いんですけど、世界中で石がなかった時代がなくて、どの王様も皆さん石を持ってる、うん、古代から、うん、でその科学的に証明されていることは少ないんですけれど、うん、アラビアだったり中国だったりヨーロッパでも石を持ってない王様がいないんですね。石を持ってない王様で、うん、例えばミイラになるときに何か石を持ってるとか、そういうことですか。石の力を借りるっていうことなので、宝石だったり、あ、それはもう何ですかね、歴史的にこうなんか証明されてる話なんですか。科学的に、まあ、証明されてないと思うんですけど、歴史上そういう王様たちが、はい、石を持っていたっていうことはもう分かっ、どの絵にも必ず持ってたり、お墓にも一緒に埋まってたりとか、エジプトの時もすごく石は大事にされてたので、そういう意味でやっぱり何でしょう、感じる方たちは石がお好きなんじゃないのかなって思うんですね。でもその感じるはまだ科学的に証明されてないので、あんまりそこを強く押す気持ちも私はないんですけれど、やっぱりただ好きっていう、動物が好きなのと同じ感覚なのかなっていう。総じてですけどね、はい、女の人は割と、はい、そういうことにこう頼りがちだし、うんうん、あの男はあまり、うんうん、多分知らないですけど、お客さんにもいるんですか。男性は意外にあの方位とか、うん、科学的に証明されてる方が好きですね。なるほどね。あれもでもどっちかっていうと統計学みたいなもんですよね、はい、あの中国4000年の中でのあのなんとかね、うんうん、統計学の方が男性はやはり無意識に好きな方が多いんじゃないのかなと思いますね、うんうん、で女性はそれよりも星とか月の流れが好きなので、うん、やっぱりそれが女性性と男性性なのかなと思うんですけど、うん、あの島田先生って言ったかな、はい、あの精神女子大の教授だったかな、はい、書いた本に昔読んだことあったんですけど、はい、男の女の違いっていうのはね、はい、その男っていうのはその地位なり、はい、その財力なりっていうのは全部自分の力で、はい、その獲得しなくちゃいけないと。なるほど、うんうん、だからその例えば、まあ、僕なんかも会社入って、同期が何十人もいて、うん、そうするとこうパーって見ると、うん、自分のポジションとかっていうのは割とこう冷静に判断できちゃうんですよね。あいつよりは優秀かなとかさ、うんうん、あいつには絶対かなわねえなとか、うん、そのあいつよりは俺のが仕事できるなとかね、なんかそういうことは、うん、その男っていうのは割と冷静に判断するんですって。だから同じ同期でもそのなんていうんですかね、ライバル視するのはだから本当にこう同じぐらいの、うん、あいつと同じぐらいだなと思うと、まあ、そのライバル視っていうのはあるかもしれないんだけど、基本的にはもう自分の力でその地位や名誉や、うん、金屋っていうのは獲得していかなきゃいけないものなんで、あんまりこう男全体をライバル視したり嫉妬したりとかっていうのはないんですって。で女性は例えば結婚する相手によって、社長と結婚したらいきなり社長夫人になっちゃうじゃないですか、とか部長だったら部長夫人だし、その自分の努力とかっていうよりは結婚する相手によってその地位やね、うんうん、あれがじゃあ同じ会社の社長と結婚した人は同級生なのに、あの人は社長夫人で、うんうん、私は部長夫人で、私は平夫人で、うんうん、ってなっちゃうじゃないですか。で女性っていうのはどっちかっていうとそういう結婚相手によって社会的な地位が決まるんで、自分以外が全員ライバル、
大変ですね女性は。ってそういうのを読んで、うん、ちょっと納得。だからその嫁姑、男の婿とその姑の問題ってあんまり聞いたことないじゃないですか。嫁と姑、これはもう女性同士なんで、やっぱりその息子に対しても、まあ、母親もちょっとライバルでもあるんですって。で、ねうんうんうん、で女は自分が全員こうライバル、うんうん、だからその、まあ、学生時代仲良かった友達でも、例えば私よりブスなのにあの社長と結婚したら いきなり社長夫人になっちゃって言う、ね、じゃないですか、はい、いきなりなんで私の方が美人なのに私よりあの地位が高くなっちゃった。そしたらやっぱそこに第三者の占いが入ってるんですね。っていうんじゃない分かりますね、ないかなってふと思ったんですけど、うんうん、だから男はもうしょうがない自分で頑張るしかないわけだから、うんうんうん、でも女性はそういうことによって変わっちゃったりするから、うんうん、ちょっとこう違うものに何かこうすがるとか、うん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 、占いが好きとか、女性性、占いは女性性ですかね。だからちょっと個人的に無理して考えて、なんで女の人は占い好きなのかなとか、うんうん、そういうこうまあ、もちろん男もいるでしょうけど、あるいはこう誰かに頼りたくなるっていうことはあるんでしょうけど、より女性の方が顕著な感じがするのは、その島田なんとかって教授が書いてた、あの本に書いてあったことに共通するんじゃねえかなってふと思ったりしましたけど、あのそうすると占いですかね、そのスピリチュアルっていうのは実はアメリカではすごく男性も好きなんです。で、まあ、心理学が入ってるので、ね、どうしても日本とかだと占いっていうのは女性向けが強いんだと思うんですけど、うん、もう少しなんで日本も心理学向けにいろいろお伝えしていきたいと思うんですね。あだとしたら僕は素晴らしいと思います、はい、僕はだからその結局昔ですね、学生の頃に付き合ってた女の子に連れられて、うんうん、新宿の母っていうのがいたんですよ。あ今も来てらっしゃると思います。いますかね、はいはい、なんか長蛇の列で、はい、でなんか一緒に見てもらったことがあったんですよ、うんうんうん、で僕はすごい嫌だったんだけど、うん、行ってそしたらまあ、 僕から言わせるんですよ、何のことはない人生相談なんですね、うんうん、だからまあその後もちょっと一回5万円っていう一回5万円で占う、お名前ちょっと失念しちゃいましたけど、女性の占い師に占ってもらったことがあったんですけど、それもやっぱり人生相談だなって僕は思ったんですね。だから別にそれだっていいと思うんですよ。で今心理学って言ってるじゃないですか、だからそうしなさいじゃなくて、うん、より幸せな未来って何だろうって一緒に考えてあげたいと思いますね。それはすごくいいと思います。皆さん幸せって定義違いますよね。違います、うん、幸せの定義違うじゃないですか、うん、それとその、まあ、読んだ時話したかもしれないけど、マーフィーが書いた本はもう僕何十年も前に最初に出た本を読んだことあって、 それはその宗教的なことではなくって、まあ人間の脳っていうのは普段生きている生活してる時にはまあ 20% ぐらいしか、はい、詳しいパーセンテージ忘れちゃったけど 20% しか使ってない、残りの 80% ぐらいは使われてないんだけど、実はその脳、人間の脳の秘めたパワーっていうのはとてつもなくすごいんだという使いたいですねことが書かれてて、でだから例えば自分がこうなりたいって思ったらそれを強く頭の中に念じろってわけですよ、うん、で引き寄せの法則です。え今で言う引き寄せの法則です、ね、あって言うんですかね、まあ、マーフィーは、まあ、マーフィーがなぜその本を書いたかっていうと、うん、自分の知り合いの非常に経験なクリスチャンの母と娘がいたらしいんですけど、非常に経験なクリスチャン、うん、だけどずっと貧しくて本当にもう死なないぐらいの生活でしかなかった、うん、だからもなぜあんな経験のクリスチャンがあんなに、うん、苦しまなくちゃいけないんだと、神はどうなってんだっていうところが、うん、発想の原点だったらしいんだけど、それはその彼女たちがそれ以上のことを望んでいなかったからじゃないかっていうのが、まあ、多分、まあ、僕の解釈ではマーフィーの、まあ、
遠藤周作さんも、あの、うんうん、沈黙っていう本でね、まあ、そのやっぱりあのキリスト教のその経験の信者に対して、うんうん、あの迫害を受ける、なんで神は助けないんだと、神なんかいねえんじゃねえかっていうテーマだったと思うんですけど、ただ神とか神じゃねえとかじゃなくて、マーフィーは人間の脳の、あの力を信じていて、だから例えばあのその僕が読んだ時も何十年前だったんで、あのデジャブなんてこと、まあ、そこで初めて見たんだけど、その例えばこういうシーンどっかで見たことあるな、なんか前も一度経験したことがあるなって思うことが、もう最近僕全くないんだけど、昔はよくあったんだけど、それはどんな時だったんですか？いやだからなんかみんなでご飯食べてると、あ、このシーンどっかで見たことあるなって思うの。それは夢の中で実際前に見てた、見てるんだと、つまり眠ることによって普段使ってない残りの8割の脳が未来を予測してるんだと、それで夢の中で見させてるんだと、お前こういうことあるよっていうことを、まあ、マーフィンが書いてて、で、とにかく何かをこうなりたいって、まあ、例えば受験生だったらもう東京大学入りたいってもう念じて、もう自分が東京大学のあの赤門の前に立ってニコニコしてる映像が浮かんだら、映像が浮かんだらそれはもう実現したも同然だと、だけどどうせ俺が東大なんかに受かるわけないよってもし思ったら、その脳はその人に非常に忠実なので、あ、どうせダメなんだよねって言って受からないよっていうようなことが書いてあるんですよ。だから脳は非常に忠実なしもべだから、自分のこうなりたいって言ったら強くそれを念じて、映像に浮かぶぐらいまで念じ、ね、なりたいって思えば、あの実現するよと。あのうちでよく結婚できますかってご質問あるんですけど、する気ないですよねと答えになるんです。脳がする本気じゃなくって、うん、今の生活が楽だから変える気はないって思ってらっしゃるんで、じゃあ本気で脳を切り替えていきましょうとお話すると、みんな目がパチッて切り替わるんで、でもそういうことですね。多分そういうことだから、僕の1年先輩に日蓮宗の坊主がいるんですよ、はい、でその僕の先輩、まあだいぶ昔の話、30歳ぐらいの頃の話ですけど、その100日修行っていうのがあるらしいんですよ。で100日間、だから3ヶ月あの朝の4時に起きて、おかゆとたくあん一切れとか、それが1日2食かな、そう、その食事、それでずっといろんな修行をして、夜中の1時2時までやって、寝てまたすぐ4時に起きてっていう修行を100日間するんですよ、そうするとあのもう神経が研ぎ澄まされちゃって、あの彼言うわけですよ、そのもう見えないものが見えたり、聞こえないものが聞こえたり、あのするんだよって、お前もやったらいいよって言われて冗談じゃない。でも結構産後のママがその状態で100日間不眠不休で子育てするっていう、あ、まあそうですよね。だからその、まあ、その時僕はマーフィーの本読んだばっかりやったんで、はい、あのその話を聞きながらふとね、はい、あれ先輩ね、その例えば初詣に行くとか、ね、神社に行って、はい、あのあるいはこう神社仏閣でこう初詣とか、なんか苦しい時の神頼みとか言うじゃないですか、あるいはあのあそこの湯島天神に受験の神様とかって言って東京大学からしてくださいとか、そういうのあるじゃないですか、あれってひょっとして神に祈るっていう体裁を借りて、自分の頭の中で受からせてくださいっていうことをこうイメージしてんじゃねえのって話をその坊主に話したら、その坊主がクッてすっげえびっくりした顔してお前なんでわかるんだと、仏はその何かをしてくれるっていうことは一切言ったことはないんだと、ただ拝みなさいと、あの般若心経を唱えろとか、とにかく拝みなさいとしか言わないと、あの仏が、あの仏様があの何かを助けてあげるっていうことは一言も言ったことない。で、お前の言う通りだと、その本なんていうのって教えてって王さんになんだ、100日もその辛い修行してきたのに、その何百円かの一冊の本に書いたんじゃねえかよみたいな、あの話が ありましたけど、実は私の本当の心理はスピリチュアルイコール脳科学だと思ってるんですね、でも脳科学が大好きで、茂木健一郎先生のおかけもしてたんです、なんで多分
それが行き着くところなのかなっていう。